マタさんが音作りしてくれたドライブマスター、ドライブマスターを、原因がマックスですね。そしてベースもマックスです、うん、だった気がします。もうすごい前なんでどんな設定で使ってたか覚えてないんですけど、トレブルもさらにマックス、でミドルだけちょっと12時よりも手前の9時ぐらいで、ボリュームも結構上がってる状態ですね。なので結構ドンシャリめなセッティングになるんじゃないかということで、うん、じゃあ僕から、はい、強烈な、ちょっとトワラさん、はい、ああなるほど、やっぱちゃんとちょっとマサさんっぽい音にはなる。そうですね、いいですね、うん、ミドルをカット目にするのがいいのかもしれない、ドンシャリ目になってるのか、うん、ちょっとまあとにかくあとゲインとベースとトレブルがマックスっていう、うん、てかこの3音下げすごいですね、うん、あれですね、逆にこれ1台目なんで、この後ビッグマフになってどんぐらい変わるのかっていうのもちょっと知りたいですね。これはでも結構いいですね、あのドライブマスターね、あー意外となんか俺結構あのシュレッドマスター好きで、はい、これドライブマスターちょっとノーマークだったかもしれない。意外に良かったね。すっごい久しぶりに聞いて、うん、なんか普通に使える感じですよね。いや普通にいいですよ、普通のディストーションっていうか、うん、すぐ買おうかな。じゃあ次、次ビッグマフちょっと、じゃあ、まあ、これもあい、これも覚えていく上で、さっきのマーシャルのやつはデモとかしか使ってないね。うん、もうデモじゃないですか。デモ時代。デモ時代。じゃあ音源化はされてないんですね、うん。もう全然覚えてないんですけど、多分最初のアブソリュートエゴの時にはもうこれだったような気はします。うんうん、さっきのあのドライブマスターのサウンドで、あのメンバーさん曰くまださっぱりしているっていう。ビッグマフ行ってみましょうか。マフ。なんかチューニングも相まってなのか独特っすよね、ちょっと、うん、そうだね、俺たちがいつもビッグマフに感じてる感じがねちょっとね、うん、でもさっき中開けた感じ、そういう無茶な改造みたいなのはなかったですよ。そっちぐらいだった気がします。だしこれ逆なんですよね、トーンの、あーで多分同じぐらいの位置だったんで、これだと逆で多分それぐらい、はい、あでも気がします、分かる気がしますね、うん、さっきのドライブマスターがトレブルマックスだった理由が分かるぐらいのセッティングです、ね、確かに意外とまとまりがある、うん、っていうか、
はい、うん、そうですね、ピシャーってなんないですよね。そうだね、あ、そうですね、ピシャーってなんないやつですね、パターンしないですね、うん、ちょっと、うん、これはじゃ あの発売されたアルバムの中にもすでに聴ける、あ、聴けますね、時にはもう入ってるってことですよね、うん、多分ヘビーロックスとかはこれを使ってる、はい、なるほど、と思います。アンプで歪ませるっていうことはないんですか？アンプはもうクリーントーンで使いたいので、歪みは全部こういう歪みペダルで出してもらう。なるほど。じゃあちょっと続いてラムズヘッドを興味深いですね。長いです。ラムズヘッドって感じですね。そうね、結構馴染み深い音ですね。うんうん、でもこれいいね。そうですね、めちゃめちゃ、うん、個体としてすごくいい、うん、いい音しますね。この5087が乗ってる中で言えばめちゃくちゃ安定性ありますよね。かなり、うん、あと原因高いですよね。原因高いね。原因高いですよ ね、これなんかある種ボリスっていう感じではなかったですね。この順に聞くと結構なんか今までとはキャラが違う感じがしましたね、うん、確かに確かに。あんま登場回数が少ないんだよね。あ、そうです、そうです。歪みってなんか複数使って重ねたりとかっていうのもされる。なんか DS1 とかをなんか前に繋いで、あ、ね、DS1 もだからそんなに歪ませてないというか、DS1 でブーストを手前にしてる。そうです、そうですね。DS1 で、あ、めちゃくちゃハウルというか。あ、そうか、ね。それでフィードバックをってことなんですかね。もうなんか混沌感が増す感じです。確かに。もしかしたらその辺にはそうね。秘密があるのかもしれん。DS1 でブーストっていう。DS1 明日から DS1 売れますね。そうね、 BD2 とかでブーストとかだって SD1 とか、ね、いや、うん、けどなんとなく使ってるっていうだけなんで、なんかさすがだなって感じですね。はい、え、じゃあ続いて、でもメインの歪みで言うとこの後にはもうエルクなんですよね。そうですね、まあ、これそんなにメインでは使ってない、なんかビッグマフの流れで、まあ、はい、ありますけど。じゃあやっぱりエルクのメインのその答えの音をもうすぐ行っちゃう、行っちゃった方がそうです、ね、いいんじゃないですか。これやっぱりでもすごいよね。ガムテガムテまあエルクのこのビッグマフ、まあ、トライアングルノブのコピーですね。はい、うん、いいですか、はい、いいですか。あ、ごめんめちゃくちゃいいタイミングですね。一回チューニングする。3音下げチューニングになったっていうのはもう結構当初からもうそれだけドロップさせたチューニングでやってた。なんか一番最初は2音ぐらいじゃないですか。いつぐらいから、いつだろう。でももうアブソリュートエゴとかの時は3音半下がって、いや3音下がってないかな。2音とか2音半下げだったような気がする。なんかボーカルの音域ので決めたんじゃなかったっけ。いや、ボーカルの音域じゃ なかったと思う。え、そうだっけ。曲もう曲だっけ、うん、あ、もうよりこうヘビーな曲が増えてきてみたいな、なんかそういう感じだったイメージが。いいですか。はい、we'll be right back.
ばい、これ気持ちいいな。ちょっとやばい。ボリスっぽいですよね。まあね、うん、当たり前のことです、まあ、ずっと使ってるんで僕らの知ってる和田さんのサウンドっていう感じはする、うん、でもなんかワタさんが弾いた方が歪みのキメが細かい感じがするというか、うん、まあワタさんのピッキングとかね、はい、あと DS1 を前に繋いだりとか、なるほど、なんかテープエコーと一緒に合わせて弾くときは単体だけで出してこれと合わせてとかでだったりしますね。やばいですね。そうですね。こんな使い方できるんですね、DS1。なんか単音のフレーズはもう露骨にこれがないと、もう伸びが全然違いますよね。あ、伸びやかになりますね、うん、なんか。すごいですね。音量感もね、うん、結構明瞭になったりして。そうですね。こんな使い方できるなんて。単体では使わないですね。はいはい、単体の音っていうと違いますね。こんな感じ、うん、全然違う。その味肝なんじゃない、うん、肝なくらい良かったですよ。いや、なんか倍音の出方というか確かに結構目から鱗ですよこれは、うん、迫力が全然やっぱ違う、うん、すごい。でもなんかテープエコーって合わせるとちょっとトゥーマッチなんですよこれ入ってると。なるほど。だからそういう曲によってですけど、うん、そのどれ尻尾の部分にちょっと干渉しすぎちゃうのかな。今重要な話を回ってない時に僕らはフィードバッカーっていう曲は DS1 踏んでなくてエルクとこれだけとか。